フィラメルはイギリス海軍のパラス級防護巡洋艦の一隻である。収益後にニュージーランド海軍やオーストラリア海軍に次々と編入された経歴を持つ艦である。収益後の1896年にイギリスザンジバル戦争に参加した。1913年に新たに創設したニュージーランドに海軍戦隊を置くことが決められ。 本艦は1914年7月15日にニュージーランド戦隊に編入され、本艦が戦隊初の所属艦だった。第一次世界大戦の勃発に伴い、本艦はニュージーランド周囲の海上警備任務に就いた。海戦初期にドイツ領サモアを占領する上陸船団を護衛した。1915年に本艦は地中海艦隊に所属し、2月8日に トルコ軍の攻撃を受けて3名が負傷した。その後は、航海とペルシャ湾で行動した。1917年に、本館はニュージーランドに帰還し、老朽化した本館は練習艦として使用された。武装の一部は撤去されて特設艦船に搭載された。同年4月から1919 19年5月にかけて、総海底の母艦として任務に就いた。 1921年に新設されたニュージーランド海軍に本艦は再編入され海軍基地にて練習艦任務に就いた。1947年1月に本艦は除籍された。使える部品が外された後は解没処分された。ありがとうございます。